皆さんこんばんは、 TK です。私は今伊丹空港の中央部分におります。中央から見て北側が JAL の出発カウンターがある北ターミナル、そして反対側の南側が ANA などの出発カウンターがある南ターミナルとなっております。今私がおりますのがその2つのターミナルの間にある中央ブロックというエリアの1階におります。この中央ブロックの1階にはバス乗り場が集められている感じです。今回ご紹介する到着時にも利用できる便利なカードラウンジ大阪はこの中央ブロックの建物の3階にあるということですので、まずは1階から2階へエレベーターで上がってみましょう。本当はこのエレベーターでラウンジがある3階まで直接行ければよかったのですが、2階までしか行かないエレベーターでしたので一旦2階で降りてみることにします。ちょうどこのエレベーターを降りたところにはモノレールの駅への連絡通路などもありまして、どちらかといえば先ほどバス乗り場があった1階部分よりはこちらの2階部分の方が皆さん利用されるのではないかなと思います。エレベーターを降りてまっすぐ歩きますと2階の中央口が見えてきますので、ここから建物の中に入っていきましょう。北ターミナルと南ターミナルには航空会社各社の出発カウンターがあると先ほどお伝えしましたが、だったらここの中央ブロックには何があるんだよと申しますと、到着口があるんですね。これはもう航空会社関係なく、どんな飛行機で伊丹空港に到着したとしても前方に見えてきましたね。この到着口から皆さん出てきます。すぐ横を見るとこのようにエスカレーターが見えますので、ラウンジへ行くためにはこのエスカレーターで3階まで登っていきましょう。今我々が目指しているラウンジは到着時にも利用可能ということですので、到着時に利用される際は、今の到着口からの順路を参考にされてください。エスカレーターを上り切ったところを大きく左に U ターンしてください。そうしますとラウンジの案内表記が見えてきますので、ここまで来たらもう安心です。はい、あとは一本道です。このラウンジ大阪は数あるカードラウンジの中でも結構評判がいいんですよ。その理由は何なのか、今日はしっかり検証してまいりたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。この細い通路を進みますと間もなく左手に入り口が見えてきますね。はい、着きました。黒字にこの絶妙なフォント、この看板だけ見ると若干の昭和感が漂いますが、中身は果たしてどうなっているのでしょうか。営業時間は朝の6時30分から夜の8時まで。提携カードはこんな感じになっております。飲食物の持ち込みおよび持ち出しはご遠慮くださいとのことでした。はい、中へ入りました。大変大きな窓からは先ほど通ってきた到着口を上から見下ろすことができます。ラウンジ内は南ホールと北ホールの大きく2つのエリアに分かれておりまして、まずは受付を入って左側の南ホールからご紹介してまいります。窓際にカウンターチェアが7、8脚ありまして、それ以外のほとんどがこのような一人掛けの椅子になっておりますね。ラウンジ内は照明も少し落とされておりまして、落ち着いた雰囲気が漂っております。このように各席に1つずつ AC 電源もありまして、充電にも困ることはないですね。また椅子と椅子の間にはちょっとしたテーブルのようなものがあるので、その分椅子と椅子の間隔が空いているんですよね。なのでもし隣に人が座ったとしてもそこまで気になる距離感ではないです。壁際にはこのように仕切り付きの席もございます。周りを気にせず作業に集中できるのでビジネスマンにはおすすめですね。8席ほど完備されておりました。今我々は南ホールにいますが、画面のずっと奥に見えておりますのが北ホールです。南ホールと北ホールはこのように通路で結ばれておりまして、その通路の途中にコピー機も設置されております。右を見ますとここがトイレですね。たまにこれがないラウンジも普通にありますからね。お手洗いはラウンジを出て左側にございますとかで、それだと不便すぎでしょうって感じですから、室内にあるだけでもポイント高いです。そしてこれが携帯電話の通話スペース、要するにまあ声出し OK のスペースですね。それも2箇所ほどありました。そしてここには新聞と雑誌コーナー。それでは南ホールから北ホールへ移動してみましょう。ちょうど今見えております一番奥の部分になります。こんな感じで北ホールの一番奥にはカウンターチェアが11席ほど並んでおります。テーブルも壁の形状に合わせて曲線になっておりまして、この空間自体がとてもおしゃれな感じになっております。女性の方におすすめの空間かもしれません。そしてその左側にはこのような半個室型のボックス席のようなものもありまして、ここはかなりプライバシー性が高いような気がします。このように AC 電源もありまして、もはや住めるレベルですね。このような同じ席が1、2、3、4、56、7、8、9、10、11、12、13、14箱は確認できました。これは魅力的ですね。一人掛け以外にもこのように二人掛けや4人掛けのテーブル席などもありまして、グループでのご利用にもこっちの北ホールおすすめできます。
そしてこのラウンジの特徴の一つはプレミアムモルツの生ビールが300円というリーズナブルなお値段でいただけるということですね。早速一杯注文してみることにしました。完全セルフ方式で自分でこうやってグラスを取って、代金もサーバーの横にある投入機に自分でこうやって入れて作るというスタイルですね。ある意味かっこいいですね。はい、出来上がりました。プレミアムモルツは泡にこだわってるので、もう泡がもうもりもりですね。もうてんこ盛りって感じ。とても美味しくいただきました。それではドリンクコーナーを見ていきましょう。北ホール南ホールともに内容はほとんど一緒です。上からホットコーヒーアイスコーヒーホットココアアイスココアアメリカンにお湯、次に抹茶ラテコーンポタージュスープアイス抹茶ラテ。ちなみに南ホールはコーンポタージュがクラムチャウダーに変わっておりました。そしてこのようにティーセットがありまして、奥に見えておりますのが多いお茶とリプトンのティーバッグになります。ちなみにこのラウンジは紙コップではなく全て食器類グラスやカップでの提供となっておりまして、グラスは冷蔵庫で冷やしてあったりしてすごく配慮が行き届いてるなと感じました。ここにはカフェオレやカフェラテもあったりしてですね、いい感じです。ここからは全て冷たいお飲み物ですね。アイスコーヒーとアイスティーの機械になりまして、その左隣には、このようにソフトドリンク系が揃っております。何やらソフトドリンク同士を掛け合わせて自分なりのドリンクを作るというこのモクテルっていうんですか、それをかなり推しておりまして、作り方のパターンですね、配分方法などを詳しく教えてくださっているんですが、ちょっと私甘い飲み物あまり得意じゃなくて、さっきのプレモルで十分かなって感じなので今回はいただきませんでした。まあ女性の方にはすごくおすすめかもしれません。左からトマトジュース、緑茶、牛乳、上の段にはグラスが冷やしてありました。そしてこのような立派な喫煙室もございまして、入り口は最初にご紹介した南ホールの方にございます。いかがでしたでしょうか。カードラウンジにしてはですね、設備が大変充実しておりまして、大変レベルの高いラウンジなのではないかなと思いました。日本トップクラスのカードラウンジというと、動画の概要欄にもリンクを貼っておきますが、広島空港のカードラウンジもみじが挙げられます。まあ空港の規模が違うので単純に比較はできませんが、ここラウンジ大阪ももみじに負けないぐらい素晴らしいラウンジであることは間違いなさそうです。大阪伊丹空港発着の際にはぜひご利用ください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは。